荷物いっぱいだよ。旅配信よりも多いよ。頑張るよ。ありがとう。みんな応援よろしくね。修行の成果出すから。頑張るよ。ありがとう。体重計持ってないから何キロ痩せたか分かんねえんだよな。どれくらい痩せたんだろうね。顔シャープになった。どうだろうね。めっちゃ重いよ。編集長いらっしゃい。だいぶシュッとした。顔周りすっきり。そう？よかった。5キロぐらいは落ちてるかな？どうだろうね。実際測ってみないと。まあ、減量に苦しんでますよ。お声はよろしく。こうや、一つだけアドバイスしてやろうか。こうや、一個だけアドバイスしてやろうか。マキさん、風船ありがとう。初見さん、ぜひフォローよろしくお願いします。そうだね、体調いいね。こうやね、配信っていうのは、みんな主役になりたいんだよ、カメラ回してる人。お前もそうだろ？一番みんな目立ちたいの。みんな主役になりたいの。で、自分がっていう時期も大事なんだけど、この中でリスナーさんは、誰が主役だと面白いだろうっていうことを考えられるようになったらいいんだよ。そうすると嫌われねえから。今日の主役は誰だろうって。それは配信者全員に言えることだし、俺もそれは先輩から学んだことだから。今日、リスナーさんが誰が主役にしたら面白くなるだろう。全員で面白くできるだろうって考えられるようになったら、お前一流になれるよ。フォローしていいよ、全然。リスナーさん目線で考えられるようにね。歩くじゃないよ。全員主人公じゃダメじゃん。ここでアメリカ人が先輩面してんの。フォローありがとう。
で、こうや、よく覚えとけ。今日の主役は、俺だから。覚えとけよ。ってやって、ドレさんに嫌われんだよ。はい、のんちゃんはどつ。その旅企画の時はあの旅中断っていうのは言ってるよ。一番下読んでみて。一番下に書いてあるよ。ずっと説明してます。すごいな。蛍光灯の周波数関西に合わせてたかな。今日スパーリング今から。みんなフォローよろしく。そうだね。ぼーっとゆっくり。スパ行きて、ああ、行きたいね。一緒に行こうよ。髭剃ったね。ここ短くして、ここ剃った。ほぼ髭生えてない状態。ここが青髭にした。四つ院がいらっしゃい。ガリさんこんばんは。フォローよろしく。頼むよみんな。花火あと8発頼むよ。気が気じゃねえよ俺。稼げてねえから。頼むよワドリスナ。スパーリング体張るんだから。頼むよほんと。8時間放送してんだよこっち。みんな支えてね、俺のこと。今月もうやばいよ。強くなりましたね。ありがとうパフェ、ありがとう、支えて俺のこと。渋谷どういう風に行けばいいんだろうな。まもなく一番線に六本木大本線行きが到着します。代々木まで行ったら行き過ぎ？代々木から渋谷って遠いのかな？代々木からでいい？大丈夫？新宿と代々木どっちがいいんだろう？じゃあ代々木乗るか。
Thank you.
財布忘れた。財布忘れた。所持金ゼロ。やば。財布忘れた。この中に旅のお金入ってたんだけど、ポシェットに小銭がいっぱい。いや、カード持ってきたから多分銀行で下ろすわ。いやー、家に、あ、大丈夫大丈夫、コンビニあるかな。40分集合。あー、ありがとうありがとう、 TS さん花火ありがとう。カード持ってきてよかったわ。花火あと7発お願いします。ご支援本気でやるんで。ああ、よかった。カードあるの大丈夫だ。スパーリング誰とするかはドルさんが全部決めるから。ドルさんに聞いて。今日のマッチメイクは。俺はチームどれの選手だから。コンビニ。花火ありがとう、TS さん。え？え？なんだ？え、なんで？すいません、カードが、これなんですけど。あ、これじゃないや。ごめんなさい。こっちだ。これが使えないんです。ありがとう。ちょっと2枚入ってたら読んじゃったよ。あー、なるほど、はい。すいません。ありがとうございます。はい、すいません、コンビニとかって近くにありますか？2の方で。ありがとうございます。ありがとう、みんな花火応援。助かります。ありがとう。やべえ、ボンミス。荒野が来たいって言ったから、なんか背中押してほしいっぽかったの。なんか、行ってもいいですかみたいな。行くか行かないかはてめえで決めろって言った。俺が来いっつったら来るようなやつはダメだろって。配信者なんだから自分が行きたいと思ったら行けって。その代わり何が起こっても自己責任だからって。そう。俺は来るなとか来いとか言わないで、自分が来たいと思ったら行きなって。配信者なら自分で決めなって。ありがとう、金杯さん。そう。頑張ります、ニアチュンさん。花火今2発上がった。残り5発頑張ろう。今日の目標まであと5発。頑張ります。ああ、また伸ばすよ。ちょっと、さっぱりしたかったんだよね。風が当たると邪魔だったから。ありがとう。俺もヒカルくんとドレさんを応援してるから。約束してるの。ヒカルくんとドレさん一緒にメダルかけようって。免許ないよ俺。原付の免許すらなくなっちゃったよ。ごめん、40分集合だから間に合わないわ。誰か放送やってたら伝えて、ワドを遅刻って。
泳ぎ、コンビニ、花火ありがとう、ポンズさん。花火ありがとう、残り4発。ありがとう。深夜町に伝えてください。遅刻するって。どれさんとか。アメリカ人は俺が誘った。みんないた方が面白いじゃん。みんなで盛り上げようよ。誰が来んの嫌だとか、誰が嫌だとか。俺そういう風潮、ニコ生の風潮嫌いだったから、みんなで盛り上げよう。みんなで配信会全体盛り上げようぜ。みんなでやった方が面白いよ。すいませんね。カードをお入れください。明細なんかいらない。すいません、お待たせして申し訳ないです。行け、よし、行こう。ドアにぶつかった。あと何分？やべえな、あと8分で着くかな。代々木から何本ぐらいなんだろう？何分ぐらいなんだろう？大丈夫かな？代々木。代々木から渋谷。あ、近いじゃん、2駅だ。間に合うかもね。フォローありがとう。フォロー大歓迎です。愛称を取る金梅が集まる。やつ今寝てる？じゃあ来ないのかな。みんな来ないのかね。池袋、渋谷品川2番。ちょっと混んでるから映像切るよ。お下がりください。電車とホームの間は広く空いております。足元にご注意ください。パンパス高岡到着です。ご注意ください。中野駅到着です。
ご乗車ありがとうございました。土曜日に到着であります。そうなの、初めて知った。さあ、正午ご注意ください。より到着です。お乗り換えのお客様は正午の方からご乗車ください。2番線の電車はすぐの発車です。はい、こちらは電車の発車です。ドアは閉まります。内回り迷わないです。次の電車ご利用ください。閉まります。次の電車ご利用ください。発車です。閉まります。駆け込まないでください。The next station is Harajuku JY19. The doors on the right side will open. Please change here for the Chiyoda subway line and the Futoshi subway line. The next station is Shibuya JY20. The doors on the right side will open. Please change here for the Tokyo Toyoko Line, the Tokyo Jayantoshi Line, the Keio Inokashita Line, the Ginza Subway Line, the Hanzobo Subway Line, and the Futoshi Subway Line. Please watch your step when you leave the train.ご乗車ありがとうございます。
広く開いております。足元にご注意ください。閉まります。ご注意ください。危ないですから、このまま走らないでください。あれ、どこで待ち合わせだっけ？待ち合わせ場所どこだっけな。ひげ短くしたね。剃ったし。あれどこだっけ。あれ場所がわかんねえな。モヤイ像ってどこだ？ハチ公の方で合ってる。モヤイ像の場所がわかんねえな、俺。モヤイ像？モヤイ像ってハチ公で合ってる。モヤイ像？どっちだろう？どこだろう？渋谷とか来ねえから、わかんねえわ。秋葉原がいいんだけど、待ち合わせ。とりあえず、ハチ公前行くよ。ハチ公の反対？何口に降りればいいの？ハチ公前でいいの？降りるの。放送中だから携帯触れない。降りて大丈夫？降りるよ。モヤイ像とかわかんないよ俺。南改札。南？反対じゃん。渋谷。南改札。新南じゃないよね。南改札行くよ。人多いな。ここすげえ俺。南改札降りるよ。8番出口。8番、OK、ありがとう。やべえ、遅刻だ。怒られる。どこだ？8番でどこだ？迷子だ。番号書いてないんだけど。8番？どこ8番って。わかりづれ。どこだろう。どこだ。なんだこれ、迷路だな。もやいぞ。なんだこれ、全然わかんねえよ。
え、なにこれ、どうやって外出んの。え、すいません、すいません、モヤイ像の前に行きたいんですけど。ぐるっと回ってこの工事現場の裏側にお越しください。まっすぐ行けばいいですか。まっすぐは行けないで、ぐるっと回ってぐるっと回る、どう回ればいいでしょうか。はい、道なりにお回りいただく。こうまっすぐ行くと回れるんですか。さようでございます。あ、ありがとうございます。ぐるっと回る。あいつアスペだな。回り方いろいろあるんだけど。ちょっと回る。車用でございますって言われたもんな。ぐるっと回ってください。車用でございますって言われた。すいません。渋谷のモアイ像ってどこにあるんでしょうか。はい、今現在のこれもさ、はい。これまっすぐ行って、はい、今バスが出てきたんだけど、はい。もうこっちに右に曲がってもらったら、パーキングがあるんだけど、はい。この辺にあります。ああ、ありがとうございます。ここにデパートがありますから、東京デパート。はい、そこの家族、こういうふうにデパートが、はい。くの字に曲がってるんだけど、家族校にあります。ありがとうございます。アスペとアスペの会話だったよね。噛み合わないタイプのアスペだわ。あいつとは仲良くなれない。あれ苦手なアスペだった。世の中にはいいアスペと悪いアスペがいる。あいつ悪いアスペだよ、多分。いや、ぐるっと回れって、なあ、道なりにって、さようでございますって言われた。わかんねえから聞いてんのにさ、わかんねえからどういうことですかって言ったら、さようでございますって。アスペだろ。いいアスペっていうか、稼いでるアスペだよ。いいか悪いかじゃなくて、稼いでるとか、そういうことでしょ。結果出してるアスペね。どこだ？あったあった。もういないかな？もういない？あ、いた！ごめんなさい！ごめんだ。すいません、お待たせしました。お待たせ。ありがとうございます。いやいやギリギリまだ配信してます。はい。すいません。あれ、心さん。現場。あ、現場。もう着いてる。了解です。正義の味方来るんですか、タイガー。コメント打ってるとこ来ないの。結構ね、歩くんだ。あ、了解です。もう光も向こう行って、青山も向こうに直接来る。了解です。スキリしたな。青山って誰ですっけ。スキリしたな。休ましたよね。青山って聞いたことないの。誰だ、有名な人なのかな。青山って知ってる？誰なんだろう。
ちょっと人混みだからさ。ロレさん、だいロレさんじゃない、和道さん、だいぶ安くなった。でしょ？ゲストゲストになってる。でしょ？本当にきついんだって。食べてる？食べてるよ。食べてるけど、あのハードのトレーニングで糖質ダイエットだから。あ、テルチャンピンか、忘れてたわ青山テルチャンピンか。ゆうゆう髪型いいね。ありがとうございます。ねえ、新しくしたん？はい、つってよ。いや、誰か映せ、誰か映せって言うから。ねえ、可愛くなったよね。似合うよね。いや、もう夏なんで。夏なんで。はい。パーマかけたん？いや、明るくして。自分で巻きました。あ、そうなんだ。いいね。人妻感が出てる。何それ。人妻オーラが。来ないよ。うん。いや、なんか来てほしかった。久しぶりに話しかった。あ、そっかそっか。まあやって、一回きりだったんで。ゆうゆう知らないの？ニコ生の配信者だよ。いや、全然有名じゃないんで。万人コンビでしょ？でも。有名だろ。あのさ、チューしてじゃなくて、あの、東京先輩の奥さんだから。ゆうゆう。ニコ生のゆうゆう。そうそう。ワドをローキック一発で倒した東京先輩の奥さん。長い長い。長いよ。タッチバックして、軽く言うな。重いわ。ハードル高いわ。そうそう、ゆうゆう。なんか昨日結構揉めてたみたいで。誰と誰？ああ、なんかね。あ、みんなが。ね。びっくりしました。配信者どうしようもねえよ。すぐ揉めるから。揉めることみんな好きですからね。ね。え、こうや配信してんの？へっ！あ、大阪先輩優しい。荷物こんなにあるのに奥さんの荷物も持ってる。この人はいつも、みんな取るときだけ、本当に超優しい。奥さんの荷物も全部持ってる。え、何？今日だけなの？今日だけ。そうなんだ。いつもそんなことないんで全然。あ、そっか。俳優や。俳優だね。めちゃめちゃ俳優っすよ、ほんま。アクターや。愛妻家を演じとる。ほや、完全にゆうゆうのストーカーみたいになってるから、考えて、距離感。完全にゆうゆうのストーカーだから、その辺映ってみて。まあ、その辺いて。その辺、もっと向こう、ほら。おお、あぶねえ。危ねえ。完全、ゆうゆうもうちょいでしょ。はい。ほら。完全にストーカーでしょ、あいつ。完全に付きまとってるやつでしょ。危ねえよ。危ねえ。睡眠薬とかさ、ああ、危ない。やめよう。ワードさん。やめよう。通報案件だよね。荒野出せ。いいよ。はい。荒野。
ぽい髪切ってるね、なんか。髪切りました。ねえ。はい。だったよ、ワドさん、会いたい会いたいってずっと言ってたね。もう3回目ぐらいだよね、もう。こうや。あ、もう3回目ですね。はい、3回目ですかって、この前飲み会いなかったから。そうか、いたよな、いたよな、はい、1000円カット。ああ、いいじゃん。ビールとか美味しいやろね。そうですね。自分たち汗かかないからわからないけど。お前さ、喧嘩売ってんだろ。ビール飲めない。格闘家でさ、打ち合った後お前ビール飲ませようとしてんの。あれだったらいいらしいです。蒸留酒のあのハイボールとかビール。しげえよ。打った後、打ち合った後、ビールなんか飲めるわけねえだろ、お前。殺す気かよ。ダメなんですか。殴り合った後ビール飲むとお前殺人行為だよ。え、なんでですか。脳がやられてるから。ああ。殺す気満々だろ、アメリカ人。でも気持ちいいかもしれない。うるせえよ。すげえよ、殺す気満々だよ。飲まねえわ。減量もあるけどね。花火ありがとう、ゴルゴ、ドーン。あと3発。ありがとう、ゴルゴ。あと3発。あざーす。3発花火打ってもらったら、高画質で広告が消えます。高画質配信します。アメリカ人なんかどっからどう見てもアメリカ人じゃん。やめろよ、偽物とか言うの。怒るかんな。俺がアメリカ人だっつってんだから、アメリカ人の。花火ありがとう、特命さん、ドン。あと2発。ありがとう。試合後飲んでた。すげえな。選手じゃない人は飲んでいいんだよ。アメリカ人出してくれ。いいよ。アメリカ人。何ですか。なんかみんなが見たいって。私見ても本当おまけだから。おまけだからね。そう。花火ありがとう。ユバーバー、じゃあゼニバーだ、こっち。ゼニバーありがとう。フェイクに騙された。ゼニバーありがとう。頑張ります。あと一発、あと一発。これどれくらいの時間。2時間。2時間しんどいな、動けんな、絶対。やばい、絶対無理。この近辺、このあれあれっぽくない。違う、あれ見てくる。ビルの名前とか書いてない。ビルの名前がアメリカ人も声も絡んだことあるもん俺、うん、アメリカ人は俺らがあのやってる時にあのコメント拾ってもらう感じ、ちょっと待って。ちょっとお前来い。ちょっとお前来い。何これ。なんでこんな。お前のさ、ファッション、斬新すぎるんだけど、何これ。いや、アメリカ人さんにいただきました。入らないから。ワイシャツにさ、すげえトゲついてんだけど、お前斬新すぎるだろ。すげえな、お前。尖りすぎてるわ。セックスピストルズ好きやもん。セックスピストルズ好きなの。はい。お前のこと今度からシドビシャスって呼ぶわ。そう、麻薬で死ぬやつ。そうそうそう。すげえファッションだったわ。どこだろう。タバコ吸おう。ソヤリン、これからこれから。迷子。
カルくん現地だって。ヒゲ剃ったよ、自分で。いやいや、教える時間なんかないよ。あ、大丈夫です。荒野の件、後にしよう。金林さん来ないって。なんか空気が重たいの。なんかあったのかな。頑張ります。誰かあと花火一発ください。お願いします。あと少しでいいから荒野に教えてあげて。いや俺教える立場じゃないでしょ、俺選手だから、うん、盗んで荒野、うん、あ、マジですか。メガネはめてやらないよ。どれさんあれだな、若いな、勝俣意識してるな。絶対勝俣意識してるでしょ。年取っても元気だよっていう。ゴルゴ花火ありがとう、みんなありがとう、ゴルゴありがとう。完全に勝俣意識してる。もう開始だよ。花火ありがとうございます。映像切るよ。あれだ、はい。心ちゃん、お前違う住所を出すから、ここの住所と違うから。え、マジですか、うん、本当だ。僕でもコピペですよ、これ。え、東京先輩からの。ここに誘導してあげないと。あ、マジですか。今多分迷ってるとか、誰も来てないっつって。マジだ。ヒカルたちも多分間違ってた。ここの住所どこだろう。もしもし。お疲れ様です。あ、お疲れっす。あら、部長さんと飯食ってます。うん。もしもし。ごめんね、俺ね、なんか送った住所が間違ってたらしくて、申し訳ない。なんか違うらしい。ね、ここの住所が俺わかんない。ヒカルくん、ここの住所、あ、放送。うん。ちょっと待って、音声切るから、ごめんね。お返ししていたのね。あ、今4分ぐらい、4、5分で来れるって言ってました。あと広角レンズも持ってきました。よし。いや、いいよ。大丈夫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 。大丈
やっちわかんない。この中入れるさ、謝れ。やっちも結構一回カメラ切るよ。一回カメラと音声切るよ。光の枠だよ。え？光の枠だよ。僕の枠っすか？うん。あ、光くんの枠でやるって。やっちの枠まだわかんない。やっちくるんだったらやっちの枠でやってほしい。時間までに来なかったら。はい。やっちくんどうす？光くんの枠集合で。やっちくるってすごい。お疲れ。さっき電話したんですけど。お疲れ。何時に来るかわかんない。もう何だったら今から回したい。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。